数稼ぐ場合、インターネットビジネスの場合はどうすればいいんでしょうかというようなご相談ですね。伸びるジャンル、これから伸びるジャンルですね。伸びるジャンルっていうのは、いろいろその時々当然変わるんですけれども、やはりですね、どのジャンルを目指すにしても、もう伸びるジャンルってもちろんあります。で、個別に LINE で聞いていただければ、僕すぐお答えするんですけれども、伸びるジャンルいろいろある中でもですね、やはりその中でですね、弱い僕ら弱者の戦略って言ってるんですけども、弱い僕らのような個人がですね、戦うには弱いキーワードで人を集めていくっていうのがまず鉄板になるんですね、鉄則になるんですよ。で、ニッチな弱いジャンルを、弱いキーワードを見つけて、そこに、記事とか動画を投入していくっていう方法を、マスターしてしまえばですね、正直一生でも稼げるようになります。このノウハウは。